始まりました。山田花子小手余りの手料理作らせてやっとやったね。一回もやってないで、ちゃんと山田花子やってるやんか。ほんまですね、やってました。間違ってるわと思ってということで、こちらは吉本新喜劇の YouTube チャンネルで、はい、花子姉さんと私が、はい、座員さんをゲストにお迎えして、うん、毎回手料理を振る舞おうというね、はい、コーナーとなっておりますが、うん、いやでもどうですか、うん、手料理できるようになってきました。これでなるわけないよ。なんでよ、花子姉さんがやりたいって言いましたからね。そんなあたりみたいな料理企画でも私たちだけやったらあれやけど、ゲストの方がいつも何とかしてくださるので、今回も素敵なゲストの方をお呼びしております。それではこの方です、はい、どうぞ。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何ですか？見てるよ。何を見てくれてるんですか？テレビ。あの、はいはいはい、髪型変わりませんね。髪型変わらない。ほら、ちょっと変えてるんですけど。フルートの彼女とは別れた。フルートの彼女。そうですね。ちょっと先から誰と間違ってます？えなにかずきさん。誰がえなにかずきやれて。いや、いじる側じゃないでしょ。いじられる側でしょ。もう一生懸命考えて。いや、ほんま。すみません、お気遣い。ありがとうございます。来させていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、すみません。ゆきえさんは普段料理とかされるんですか？まあ、一人暮らしなんだよね、うん、まあ、ちょこちょこはしますけど、見てるよ、YouTube YouTube 見てて、ね、すみません、ほんま、弱小 YouTube からこう出すやつ、あ、はい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 、あの、作り置きをね、そう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 、はい、見ていただいてありがとうございます。いや、その前にちょっと僕一言だけ言わせてほしいんですけど、はい、いや、この YouTube の企画ですか、はい、ちょっとあの、僕を呼んでいただいたんですけど、ちょっと正直不満がありますよ。いや、だって今までの出演者見させていただいたところ、はい、川端さん、はい、田畑、宇川さん、変な形のやつしか出てませんよどういうことなんですか、僕変な形ちゃうでしょたまたまですよね。そうそうそう、僕もなんか変な形枠で呼ばれたわけちゃいますよね。でもそれやったらいいんですけども、はい、よろしくお願いします。ゲストの方にリクエストをお伺いして、それを作るんですか？はい、あ、はいはいはい、ありがとうございます。何をされますか？朝ごはんをしっかり食べるのが好きなので、はい、まあ、朝ごはんに加えるならこの一品的なことをちょっと作っていただきたいと。じゃあ花子姉さん、今回朝ごはんに追加する一品何されますか？はい、ドールサンドイッチ。ロール、ロールですよね。僕の耳が間違ってるから、どっちなのか。ロールでいいんですかね。ドールで聞こえましたけど、人形役んかと思いましたけど。ロールですね。はい、ありがとうございます。ロールサンドイッチって何ですか？僕ちょっとわかんないですけど。ロールサンドイッチ。パクってこうね。うん。いや、それサンドイッチの形状は僕聞いてなくて、中の具とか何なのかなっていうのがちょっと、まあ、目の前見たらちょっとね、なんか甘そうなやつとかもあるので、何を作っていただけるのか。吉見さんは品数多いイメージなので、うん、あ、そうですね、結構そんなのをね、作れたらいいなと思って。何品か作っていただけるんですか？そうそう、はい、もう嬉しい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。え、あ、そう、スープも作る把握してませんよ。してます。してますか？じゃあそれでは作っていきたいと思います。はい、これ僕の渡されたんですけど、つけるんですか？つけてください。あ、つけますか？わかりました。あの、前回ね、はいはい、川端兄さんに手伝ってもらって、ええ、何をですか？手伝ってもらった。あ、はいはいはい、その時に、ああ、服めっちゃ汚れてたんですよ。あ、ちょっと脱ぎますわ、ほんだらえ、服汚れる、え、僕、てか見とくだけじゃないですか？見ない手伝うんですね、はい、ちょっとあの、上着だけ脱がさせていただきますね。はい、大丈夫ですか？手洗ってないんですけど、大丈夫ですか？あ、え、手洗ってください。洗った、洗いました。いや、あの、これ火通すでしょ火通すのはこの先に切ればいいんですけど、裏技を見せようと思って。ちょっとあの、やる前に、ほんならこれ道具持つ前に、普段どうしてますかみたいな聞いていただいたら、こうしてます、もうほんならもっと上手くいきますよ的な流れとかあるんちゃいますの？そんな急に卵とお玉持って、僕だけ着替える予定だから、それ待ってくれるとこ。やりたかって。いやいや、ほんならさっき見させていただいた、これでは汚れないでしょ。はい、ちょ、裏技、はい、何をするための裏技なんですか？ゆで卵をつるって、うんうんうん、なるほど、あの、皮がくっついてきますもんね。そう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 、はいはいはい、え、あ、ひび入れる。そう、ね、入れる。なるほどね。そしたらつるってむけるから。はぁ、あ、はぁはぁ、僕もつるっとむく裏技知ってるんですよ、卵の。何？そう、常温に戻しといたらね。そんな、急に使うときどうすんのよ。いや、だからちょっと、あの、お湯かなんかでぬくめるんですよ。そんな面倒くさいわそれ一人暮らしのやり方やろ。
ろ。あ、そっか。主婦はご家族いらっしゃったらね。すぐ使いたい。あ、すみません、すみません。ありがとうございます。結構いくんですよ。白身ドローンになりますね、それ。ならない。これ毎日してるから。あ、そうですか。わかりました。はい、ベーコンを炒めます。はい、はい。これでいい？はい。あ、もっと縦に切ればよかったね。巻くのに、こんなやつ。横に、横にこう巻くの、巻き寿司みたいにした。うわ、まあ、ええけど、まあ、食べたらね、これは確か汚れんな。これなんか、あれするしゃもじとかないですか？アシスタントアシスタント、もう何回やってんのこのコーナー。もうこのコーナー何回やってんやったら、もうちょっと換気扇ついてないじゃん。換気扇絶対ついてないって。アシスタントついた、ついてる、あ、ついた、ついた。どんぐらい、どんぐらいいるんですか？いや、ちゃんと面々なく焼けてないやん。焼けてないって、花子さん。あかんって、ちょっと。まあ、置いて置いて置いて。焼けてないって、これ。ほら。あ、めっちゃ焦げてる。え、今のもう一回やって。いや、もう一回やって。これ、うまい、うまい。こう、これで押したら回るんですよ、こうやって。これね、こう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 、だからな、鍋をこうするのと、これで食材を押すんです、これで。しゃもじで？はい、しゃもじで。はい。こうやるんですよ、こう。はい。もう真っ黒や。もう終わり終わり終わり。ベーコン終わり、ベーコン終わり。ベーコン終わり。やるかい、それ。これ、後で、お姉さん、火止めて、とりあえず。顔しか向いてへんやん。こうなんですよ、こう。鍋を引きながら、しゃもじを振ってやって。顔だけやねん。手何も動いてへんねん。顔いらんねん。黒いよ、お姉さん。ひっくり返さへんから、こうなるんですよ。今度は僕が横から言うのはあれなんですけど、ベーコンも強火でやらんと、むっちゃ弱火で、ずーっと旨味を出していくんですよ。ほんで、むっちゃ美味しくなるんですよ。知らんかったわ。倍から美味しくなりますよ。その旨味出したやつで、だしとかあのスープとか作ったら、まためちゃくちゃ美味しいです。まあ今日はね。じゃ教え、いや、言うとこれ貼ったらな、ある程度やりましたよ、僕かって。やる前に教えてほしかったわ。何するか教えてくれへんから。まあほんで、何これ、中途半端よ、これ。もう作ったらよかったのに、これも。花子さん、何するか、今から。シーチキン混ぜる。キチキン混ぜる、ね、はい、だからキャベツだけ切っときます。キャベツお願いします。キャベツだけさっき切りますわ。ここおかしいないですか。僕の方が大変な作業してますね。絶対おかしいよ、これ。キャベツこんだけ当たります。あ、めっちゃすごいすごい、はい、こんだけ当たります。うわ、すごいやすごい。すごいですか。あ、KYK みたいや。 KYK や、とんかつ屋や。とんかつ屋やんか、それ。とんかつ屋のキャベツで例えといてくださいよ。キュウリって何枚ぐらいあるんですか。5枚。5枚。はい。そんなもんかな。そんなもんすかね。アボカドも縦に切る。そうですね、こう切ったっけ。ちょっと何よそれ。汚いやって。はっきり。それ汚いよね。大丈夫、手洗ってますよ、ほんまに。昨日洗った。昨日汚れとるわ、そんなもう、こんな。あ、確かにね。ほら、お前ほら、すっごいむけるでしょ。ほらほらほら、簡単。つるつる。あ、ほら、ええわ。え、確かに。あ、確かにね。うん、すごい。いやいや、何が不満なんや。やってみて。あ、ありがとう。家で。あ、家で。でかい。今ちゃうよ。わかりました。甘いの作るんですよね。あ、さすがにあるんですね、ちゃんと。あ、なるほど、ありがとうございます。甘いの好き？はい、大好きです。はい、こういうの使ったことある？まあ、たまに。はい。初めて。え？これ一個とあと3倍ぐらいです。これ3倍。3倍。こんなに？いや、もうこぼれて、今入った何杯か。今こぼれて何杯か入ってますって。まあまあ、多少甘いのはね。いいです、いいです。はい、砂糖です、そうです。はい、いい感じです。こんなに入れるの？いや、こうちゃん、多いや、多いや、塊。まあ、いい、それぐらいしましょう、こうしてください。こんなに入れるの？氷水で冷やしながら、こう。これね、これ。ちょっと、ゆっくりで、ゆっくり行ってみましょう。ピシャーなるから。あの、混ぜすぎたら、次分離するから。はい。だから、それだけ気をつけて。こう抜いた時に生クリームがかかったら出来上がりですよ。あ、ちょちょちょ、何してんの、もう。なんで回しながらやんの。それは飛ぶでしょうが。
止めてからこれ、ちょっと止めてください、一回止めて、止めて、上げてみてください。これまだちょっとツボにならないでしょ、まだまだ、うん、はい、だから、ちょっと1からね、1から、1から、1から。来た来た来た、あ、来た来た、あ、もう止めてる、止めましょう、止めましょう、上げた、上げて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 、こんなもんかな、でも、ちょっとお姉さん、ちょっと口触りで確かめてみてくださいよ、眠って、おいしい、絶対、ほら、ええ感じ、あ、おいしい、やった、やった、できた、できた、おいしいわ、はい、どうする、いりますよ、だってスープって宣言されてたから、ちょっと飲みたいですよ、いる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 、じゃあ、玉ねぎ剥いて、玉ねぎ切らなくて、はい、切るのは剥いて、ラップで巻いて5分ぐらいチンして、はい、何動画するって言うんですか、すごいよ、すごい、もう映える、映える、うん、丸ごと玉ねぎ使うってことですね、あ、入ったなんて分かった、もうチンするって言ったもん、もうやー、楽しみにしといてや、すいません、すいません、いや、まさか、いや、すいません、当たると思わなかったすぐ言うから、すいません、切れ目とか入れないですか、切れ目入れますか、なんで僕が言わなかったんですか、いや、なんで丸くこう十字とかちゃいますか、はい、どうですか、十字かバッテンかどっちでも大丈夫です、はい、十字もバッテンどの角度から見るかだけやろ、それは、はい、あ、はいはいはい、はい、これ水に濡らすとかせんでいいですか、お姉さん、ちょっと しといた方がいいかなどう、一応ちょっとだけ湿らした方が、そうやね、ちょ、ごめんなさい、こんな細かくもう見たないですよそら、僕も楽しみにして見ときたかったんですけど、さすがに心配でね、これちょっと一回だけちょっとこう水にこう湿らそう、さらっと通すだけでいいわけね、はい、はい、んでくれ、これでちょっとこう上にしとった方がね、蒸気がパッと逃げていくので、こう、はい、いい感じになります、こっちの方が、はい、あんたがやりやこれ僕食べさせてもらおう、このコーナーもいや僕いいわしんどいわこれさっきのベーコンも入れよう、あ、待ってるやつね、はい、あ、うまみ出るからいいですよ、やかんでいい、やかんでいいですよ、やかんでいいですよ、うまみ出ますよこれスプーンの意味はありませんスプーンスプーンの意味だって、だから別に適当でいいですよ、適当でいいですけど、スプーンの意味なかったは言わせてください、さすがにこれ入れるんですね、これも入れてください、はい、これも、はい、これも入れてください、これも全部取るんですよ、これは、お姉さん入れるでしょちょっとだけです、これは入れるもう嫌やこれこれもっと熱いわ、お姉さんこれもっと熱いわこれ、はい、それからしましょう、このぐらいね、はい、いい感じですよ、こんなん、この、こんぐらいの茹で加減ですよね、理想、そう、そうです、完璧でしたよ、はい、すげえ、あ、ほんまや、これ、うんうん、どう、あの、ちっちゃくなるの時間かかるけどいや、かけてください、はい、かけてください、待ちますね、待ちます、はいはい、喫茶店みたいなやつ、あの、マヨネーズ入れてね、そうそう、はい、ちょっと砂糖入れたら美味しいですよ、あれ、時間かかるよ、ここから粉々にすんの、はい、やりましょうか、ほんまそれ待ちでした、それ待ちでした、それ待ちでした、今、完全にあの、卵サンドの卵ってことですよね、そうそう、うんうんうん、こんなもんすか、ピカさん、もっと細かく、アシスタント、はい、十分だと思います、ここでね、はい、はい、味付け、マヨネーズ、マヨネーズ、ソースって言ってくださいね、え、いや、お姉さんの美味しい味付けでお願いします、え任せたいの。任せたい。これ二つ赤いの取りましょうか。多分めんどくさいから。取ったらどうなるの？取ったらもっと太くなるので。星の形の。いや、はい、いや知らんかったわ。楽ちんですよ。え、ね、はい、もうお好みで。もうちょいもうちょい。ロールサンド。見たことない。僕ちょっとないかもしれないですね。ロールとこれと巻くんでしょ。そうそうそう。もう映えるからいいよ。あ、マジですか。マーガリンですね。はいはいはい。はい。一等にね。なるほど。今のところだいぶバランス悪いですね。はいはい。はい、ああ、そうや。まず伸ばさなきゃ。パン伸ばさなきゃ。やっぱ大丈夫大丈夫大丈夫。これで、うん、こうやって伸ばす。はい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 。ね、こうすると。なるほどね。あ、結果バターも。マーガリンもいい感じだったのよ、いい感じ、はい、下
ね、引くんです。ああ、なるほど、骨巻くんですね。そうそう、はあはあはあ、何乗せたい？いや、バカです、それはもうベーコン。ベーコン、うん、唯一調理したもんじゃなくて、あとだってもう切ったか混ぜたかダメでしょ。切った時の断面的なのを、そうそう、それを楽しむの。キュウリ多いって、葉っぱ1にキュウリ3は多いって、うん、いいですか、これ。だから断面見えます、これ、こんな端っこ白だらけで、いや、だから全部緑にせなと思ったんですよ。こう、そうそうそう、全部キュウリ出てるんですか。だってどこ切っても綺麗な方がいいでしょ。そうそうそう、うん、こんなのせて負けるんですか。負けますか。え、これぐらいにする。ちょっと絶対無理やもんね。誰が無理。ああ、なるほどね。キュッキュッと。そうそう。で、その太巻きにしてもそうですけど、そうそうね、はい、この今度余白を作っとかんと、こう、ま、巻いてこう止める部分ありますか。この、こういう、これで。こうやって。うんうん。ああ、いい感じ、いい感じ。ここ行って止めると。で、こうこうこうやってみたいな。で、ああ、かわいいやろ。そういうことね。かわいい。ほんで、で切るんや。はい、ちょっと冷蔵庫に出しといたら切りやすいから。そうです。なるほど、あ、いいっすね、はい、いいやろ。ちょっとなんかちっちゃめのパンですよ、これ。うん、そのちっちゃめの方が食べやすくていいってことですか。そうそう。ああ、なるほど。これ花子さん、例えば、はい、この2枚でより餃子巻くみたいなことですか。ちょっとこのやってみよう。のり巻きと一緒ですよ、だから言うたらね。これいいわ。で、よりロールがあるから切れちゃいますか、うんうんうん、切った時ね。うわ、うんうん、これ誰もやってないわ。あ、特許、特許。オリジナル、オリジナルちゃいますか。はい。あ、アボカド。アボカド。はい。ベーコンちょっと多めにいっといてもらいます。はい。さっきより巻きやすいはずですよ。長いし。はい。いや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 、ごめんなさい。ちょっと意味ないですよ。違う違う違う。違う？ちょっと、あの、ちょっと。もう、ぐちゃぐちゃなった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。違う。こうやなしに、畳むやなしに、巻いて関東のやつ。こうね、ロール、そうそう、ロールやから。ただちょっと剥がれてもだから、まあまあ、行きましょう、はい、行きましょう。あ、いけてる、そこつまんで、あ、あ、そこが離れてる。どうしよう。ちょっと牛乳かなんかでやればよかったですね。切ればよかったですね。あかん、これあかんわ、お姉さん。これハンバーガーみたいにしましょう、これはもう。これハンバーガー。これはもうハンバーガーにしましょう、はい、ね。うわ、いいっすね、ザマクリームやっぱ美味しそうっすね。うんうん、負けます、うん、多いかな。多いと思います。まあでも行きましょう、うん、滑るわ。演技悪いな、この仕事して。滑る、これ滑る、うん、全然負けてない。これはすごいもんが出来上がってきたよな、これ。これえげつないもん出来てきたな。こうやってね、ここくっつけて、これをで、あ、いけんちゃいます？ほら、いけてる、ほら、いけてる、ほら、負けた。わあ、いい、きれいやんか。きれい、うん、こう、そう、押したらちぎれる。あ、きた。あ、いい感じ。おいしそう、おいしそう。ほら、めっちゃおいしそうですよ、おいしそう。いいやん、きれいなので、はいはい、いきます。あ、いけた。いや、いいっすよ、いいっすよ。ほら、ベトナム料理。いい、いいっすやん。いや、いい。どんなやろ。あ、おいしそう。でも今までの料理で一番テンション上がった。燃えな、ちょっと待って、ちょっと待って、こんなにちょっと完成した初めてです。はい、ということで、しみけんさん、私と花子姉さんが作っているとこを見ていただいてましたが、はい、まあまあ、多分勘違いなんでしょうね。なんか不思議と疲労感がすごい。僕見てただけでしたっけ。いや、ただそれで呼んでますもんね。あ、そうでしたね、そうでしたね、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、でも美味しそうでね、全部。じゃあ早速、実食しますか。はい、じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。じゃあ先に、この惣菜系って言っていいんですかね。そうですね。はい、じゃあいただきます。食べやすいですね、また。そうでしょ、ね、いただきます。うん、うん、ほんまにちゃんと美味しい。やばいやばい、うん、確かにこれ朝ごはん出てきたら、うん、テンション上がりますね。あ、よかった。美味しい、ほんまに美味しい、うんうん、
花見さんどれ食べます？うん、これ、うん、ハンバーガー。これハンバーガー、まあ、巻くの失敗してね、うん、でね、だって、うん、花子姉さんが一生懸命焼いたベーコンが、そうそうそう、ベーコンも入ってるね、うん、お、美味しいわ。うん、いいわこれ。パンが薄くしてるから食べやすいね。うん、なるほど、ごつごしてるからね。うん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 。美味しい。ちゃんと美味しい。ちゃんと美味しいですね。うん、別に売ってても、うん、何の文句も出えへんから。美味しい。うん。じゃあ、スープもいただいていいですか。うん、これ僕だけですもんね。すみません。あ、美味しい。嬉しいですね。なんか前とか実食の時、はいはい、みんな一瞬、はい、ん？って言ってから、ああ、まあまあみたいな感じが多かったから、一発目で美味しいって嬉しいですね。なるほどね。そんな、せっかく左作ってもうたからね、そんなもん失礼な話ですけどね。いただきます。うん、あ、やばい、やったやった、マジで美味しい。うん、簡単やね。ベーコン入れて正解、大正解。あ、よかった。じゃあ残り、わざと残った、うん、そうそうそう。あっさりスープの中にこのちょっとお肉があったらやっぱ、うんうん、男子からかもしれないですけど、うんうん、ほんま美味しいです。あ、よかった、うん、美味しい、綺麗、うん、いやー、綺麗、いや、めっちゃ綺麗、上手にいけましたね、これね、うん、そうそう、うわ、美味しそう、うん、ちょっとでかいからね。大丈夫。うん、いける、うん、いや、せっかくだ、これ僕が作ったので、あなた食べて、いいんですか。僕はこのお姉さん作ってくれたやつ、いただきます、いただきます。うん、美味しいや、うん、まあ、ありがとう。これちゃんとお腹もいっぱいになって、その後の僕甘いもの好きなんでね、うんうん、それに応えていただいて、スイーツまで作っていただいて、これほんならお姉さん作ってくれたやつね。あ、めっちゃ美味しい。いただきます。この感じ、まあ、この薄く切っていただけてるのも、うん、やっぱ食べやすくてちょうどいいですよ。いただきます。うん、うん、おいしい、おいしい。100点ちゃいますよ、これ。今回100点だね。え、何の、何の不満もないですよ、これ最終回、うん、卒業なんも、卒業、え、うん、まめっちゃ美味しい、うん、ね、やってみよう、これ、ね、簡単や、やったよ、子供にね、子供に食べさせよう、うんうん、どうですか、来週も来ますか。ちょっとあの半年ぐらい時間かけて、半年ぐらい時間かけていただいて、僕全部やらなあかんのときますよ、今度から。ずっと来てほしい。いや、タイミング合えばもちろん呼んでいただきたいですよ。いや、もちろんそんな、来てくれますかなんて。いつもはね、おかずばっかり作ってるからね、うんうんうん、まあメインですよね、これ、うん、はい、サンドイッチっていう発想がね、うんうん、わからなかったね。いや、ちょっと待ってください。え、花子姉さんが考えて作ってくださったでしょ、これ。あ、コテラちゃんが、あの、ブレー、ブレー、ほんまはブレーこっちなんですね。だってあの、別に言いま、言いませんけど、うん、カメラの後ろでずっと仕込みしてくれてました。野菜とかそのフルーツ切ったのも全部テラッチでしたからね。そうですね。あの、うん、いや、二人でね、うん、いや、あの、出し合って、まだ小姉さんが怒って、出したもん、一出したんですけど、うん、びっくりするぐらいヘビーなカツサンド持ってきたんですよ。うん、ああ、それは大変やな。ちょっとね、揚げ物数を切るんちゃうか、うん、こうなって、うん、で、シピケツさんやった甘いまま好きにしてこれ。いや、これありがたいな。ほんまに美味しかったから。うん、ありがとうございました。うん、ということで、第6弾もあるのを楽しみにしてください。はい、以上、山田花子と小寺真理の。なんで逆に言うねん。本人が本人の名前言うな。以上。はい。閉まらんな、最後まで。どうしどうしよう。やめてくれよ。いや、また次回お会いしましょう。次の日じゃないですか。次回お会いしましょう。バイバイ。はい、さよなら。